こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ布造りという検索ワードで出品検索してみた自宅で健康になりたい方へぜひお勧めしますというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画では布造りという検索ワードで出品検索してみました。非常に面白いものが多数ありますのでぜひね紹介させていただきます。はい、こちらですね。はい、こちらに、布造りとですね入力してください。で、ここですね。はい。で、布造りってどういうものかと言いますと、ちょっと調べてみました。はい。家にあるいらない古布ですね、を再利用して作ったね、まあ、健康的な和ルームシューズですね。はい。でさ、非常にたくさん出てます、これ。すごいです。で、これ見て全部わかると思うんですけど、すべてですね、ハンドメイドなんですよ。ですけど、安いです。はい。まあ、例えば何でもいいので、ちょっと一つクリックしてみますね。これ高いですね、これ。はい、新品未使用ですね。はい、まあ、こう入ってある、いろいろ書いてますね。布造り素材は、こちら新品ですね。綿 100%T シャツですね。まあ、こういった方にですね、ものを利用していただきました。自分でハンドメイドで作られた方ですね、これは。すごいですね、これ。かっこいいですね。まあ、ぜひね、履き心地はすごいいいみたいなので、ね、かっこよくてね、おしゃれで。いいと思いますので、ぜひね、まあ、興味ある方ね、メルカリから購入していただけば非常に安いので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マル秘マニュアル、プレゼンします。ニックネームかスタンプお願いします。はい。あと、YouTube は質問一切受け付けてません。LINE あと登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。